初めて会った時からずっと好きだって言ってるでしょ。あんたが好き。もう何回も言わせないでよ。わらわが主様を愛しておるぞ。なんじゃ、照れておるのか。あなたが隣にいてくれるなら他には何もいりません。心から愛しています、私の可愛い弟君。夢か。僕の名前は中丸宗四郎、陶芸家月立高明の一番弟子だ。この町に住んで早数年、思えばいろんな出会いがあった。民族学のフィールドワークで都会から来た大学生の小由美さん。おはよう、玉木ちゃん。今日は私の番なんだからね。期待してるよ、旦那様。うん。玉木ちゃんは家庭的で明るくて料理も上手だ。弟くんは随分とお疲れのようですね。姉様。良いのですよ。生涯の伴侶を選ぶのですもの。慎重になさっても。もちろん、私を選んでくれるのが一番嬉しいですけど。私は、私の可愛い弟くんが幸せになるのが幸せですから。私には、それはとても幸せなことでした。だから、今度は私があなたの幸せを願うわ。死の姉様、僕は。焦らなくてもいいんです。あなたの幸せを見つけて。ほら、こっちこっち。だらしないぞ、中丸くん。小嫁さんが早いんですよ。初めて会った時のこと覚えてる？フィールドワークに来ていた私にあなたが話しかけてくれたの。ここへはどういう用事で来たんですかって。次に会ったのはあの神社だったよね。そこで自己紹介して。懐かしい。どうしてかしらね、不思議とあなたのことが印象に残っていて、その後もずっと頭から離れなかったの。僕もそうだったかもしれない。もしかしたら運命の出会いだったのかもって思ってた。ごめんなさい。こんなのずるいよね。みんなあなたが大好きなのに。あなたが誰を選んでも思うだけなら許されるかな。中丸くん、僕優柔不断で、うん、本当にごめん。うん、でもそんなあなたが私は好きだよ。どうじゃ、今回は疲労に効く薬草を煎じてブレンドしてみたのじゃが。うん、おいしいよ。さすが山の神様だね。弱い200年ともあろうわらわであるのに、主様に参っておるのじゃ。ゆー、主様を喜ばせてやりたい、たっぷり愛してやりたいのじゃ。ゆー、今夜の寝やことは楽しみにするのじゃぞ。あの桜町さん、委員会の打ち合わせどうしよう。見られてる。
行くわ。打ち合わせに行くわ。君の家に。うん。唐突ではあったけど、女の子と会話することが数えるほどしかない僕は何の警戒もせず、彼女を部屋に招いた。これを機に、桜町さんと親しくなれた。ねえ、松川さ、今朝見かけたんだけど、仲いいの？桜町さんと。いやー、彼女は読沢月の、小学校からの同級生だ。ほら、実行委員会で一緒だし。ああ、そういえば。でも、なんでまた？別に大した意味は。あのさ、あんた土曜日。あ、ごめん、そろそろ行かなきゃ。また後で聞かせて。雨、上がったわね。うん。あ、おはよう。桜松さん？あ、いや、さっき偶然会って委員会の話をね。家が近いみたいでさ。おはよう。おはようございます。なんとなく気まずくて、ホテルから出てきたところに出くわしたような、なんとも言えない背徳感があった。こんなこともあった。あれ。もう私たち、友達でいられなくなっちゃうね。松川くん、次降りるわよ。あれ、桜松さん。なんて夢を。ちょっと待っててね。すぐできるから。しかし、あんなに小さかった千鶴が、時間経つの早いな。おお、ずいぶん気合の入ったメニューだな。口に合うといいんだけど。いただきます。めっちゃうまいよ。このハンバーグとかチーズ入ってるし、なんで俺の好み知ってんのってくらい。ちゃんと覚えてるよ。ハルニーの好きな食べ物くらい。それに、昔と何も変わってないんだもん。だよな。しずるだって、全然変わらないもんな。うん。会えなくても、ハルニーはハルニーだし、私は私。おー、お待たせ。そろそろ寝るか。うん。春兄はどこで寝るの？俺は俺の部屋で寝るけど、布団は母ちゃんがリビングに置いてくれたから自分で敷いてな。じゃ、おやすみ。やだ、春兄と一緒に寝たい。は？だって久々に会えたんだよ。寝ちゃったらもう今日が終わっちゃうなんて寂しい。ダメ？本当に変わってない。俺が帰るってなると寂しがるから。で、俺がいつも折れてたんだ。しょうがねえな。おい、ずっとこうしたかった。これで分かっただろ。もう昔と同じように仲良くはできないんだよ。お互い大人の体になっちゃったんだから。そんなの嫌だ。大人になったハルニーとも仲良くしたい。昔と同じじゃなくてもいいから。おい、本気かよ。ハルニー、朝ごはんできたよ。
にしても千鶴って料理うまいよな。将来プロとか目指してんのか？将来の夢は昔から変わってないよ。ハルニーにはもう何度も話してるし。俺も知ってる千鶴の夢。あ！しょうがねえな。